皆さんこんにちは。がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回は柑橘系フルーツを食べ続けた結果がんがというお話です。今回はですね、柑橘系のフルーツとがんとの関係についてのお話です。がん予防のための食べ物としてはですね、海外では一般的にですね、フルーツ&ベジタブルといって、フルーツが先に来るんですけれども、果物と野菜をたくさん食べることが推奨されています。ただ、果物といってもですね、いろいろな種類がありますので、何を食べればいいのかと、そういう疑問が出てくると思います。で、世界中でですね、がん予防にはどんな果物がいいのかということについての、研究がですね、行われてきました。で、今回はその中からですね、柑橘系のフルーツに焦点を当ててみたいと思います。柑橘系のフルーツにはですね、ご存知のようにみかんをはじめオレンジとかグレープフルーツ、今からだとですね、甘夏とかハッサク、それからレモンやライム、柚子とかですね、シークワーサーなどがあります。こういったですね、柑橘系のフルーツには抗酸化作用が強い、ビタミン C がですね、豊富に含まれているということはご存知だと思いますけれども、さらにですね、このノビレチンといったですね、そういったフラボノイドにはがんを抑制する作用があるということが分かっています。というわけで今回はですね、柑橘系のフルーツの摂取とがんのリスクとの関係についての、研究結果を調査してみました。まずはですね、今女性に増えている乳がんのリスクについての研究です。これ2013年にジャーナル・オブ・ブレスト・キャンサーという雑誌に報告された論文です。柑橘系フルーツの摂取と、乳がんのリスクとの関係を調べた6つのですね、症例対象研究をまとめた解析です。で、その結果ですね、柑橘系フルーツの摂取量が、最も多い女性では乳がんの発症リスクが 10% 低下していました。ちなみに他の研究ではですね、11歳から20歳までの若い頃に、柑橘系フルーツのオレンジだけでなく、リンゴ、バナナ、そしてブドウなどフルーツをですね、たくさん食べていた女性は、乳がんの発症リスクが低下していたということです。ですから、柑橘系のフルーツに限らず、フルーツの摂取は乳がんの予防につながる可能性があります。次にですね、胃がんのリスクについての研究です。これは2019年にインターナショナルジャーナルオブキャンサーという雑誌に報告された論文で、胃がんの原因をですね、突き止める目的で世界中のですね、医師や研究者が集まって立ち上げたストマックキャンサープーリングプロジェクト、ストッププロジェクトというですね、そういう研究プロジェクトの一環です。で、柑橘系のフルーツと胃がんのリスクとの関係について、およそですね、2万人を対象とした合計15件の症例対象研究をまとめて解析したものです。で、その結果ですけれども、柑橘系フルーツを最も多く摂取していたグループでは胃がんのリスクが 20% も低下していました。で、食べる量に関しては、これ週にですね、3サービングまではこれ摂取量が増えるに従って、徐々にリスクが下がるんですけれども、それ以上に関してはですね、あまり変わらなかったということです。ですから、そんなにですね、たくさん食べる必要はなく、週に、オレンジだと3個程度、それからグレープフルーツだと、1個半でいいということです。で、そして最後に食道がんです。2018年にメディスンという雑誌に報告された論文で、これは過去にですね、報告された、柑橘系フルーツと食道がんのリスクについて調査した25件のですね、研究をまとめて評価した、メタ解析という研究です。その結果、柑橘系フルーツをですね、最も多く摂取するグループでは食道がんのリスクが 35% も減っていました。中でもですね、日本人に多いタイプである扁平上皮がんのリスクはおよそですね、40% も減っていました。お酒を飲む人はですね、食道がんのリスクが増えるというお話をしましたけれども、特にですね、そういった人では逆にこういうリスクをですね、下げる食品として、柑橘系のフルーツをたくさん食べていただきたいと思います。以上まとめますと、柑橘系フルーツを食べ続けることで、乳がん、胃がん、そして食道がんのリスクが低下するという研究結果を紹介しました。何気なくですね、普段食べているこの柑橘系のフルーツが、がんの予防につながる可能性があるということです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。この度ですね、がん相談サロンというオンラインサロンを開設させていただきました。
このサロンでは皆さんからお寄せいただいた質問やご相談に答えたり、皆さんと一緒にオンラインでミーティングをしたり、あるいはですね、メンバー同士で交流できる場を作っていきたいと思います。サロンの URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とツイッターフォロー、ぜひお願いいたします。